総デルタ、または、デルタ DM-19 は、アメリカ合衆国のローオンチビークル。1960年代に12回打ち上げられた。単に、デルタとも呼ばれた。総ーエーブルの派生ロケットで、総ロケットシリーズの一つであり、デルタロケットシリーズの最初のロケットである。一段目は、ケロシン、液体酸素系のロケット第エ l r 7 9 エンジンを搭載した総ミサイルの転用で2段目に初期のエーブルステージ派生のデルタステージを3段目にアルタイル個体ロケットモーターを使用した上段の構成はバンガードロケットを踏襲し2段目が小三非対称ジメチルヒドラジン系の圧送式サイクルエンジン R10 から118を搭載した初期型エーブルステージ派生のデルタステージ3段目が 固体ロケットモータのアルタイルであった。デルタステージには、軌道上での再着火やより、正確な燃焼制御のため、冷却ガスによる姿勢制御ジェットを備えていた。総デルタロケットは、総ミサイルとデルタアッパーステージを組み合わせて使用した最初のロケットであり、この組み合わせは以後多用されることになる。デルタ2ロケットは2011年の段階でも現役である。 総デルタが打ち上げた人工衛星には、世界初の受動型通信衛星エコー 1A や、イギリス初の人工衛星アリエル1号、世界初の能動型通信衛星テルスター1などが、含まれる。12回すべての打ち上げは、ケープカナベラル空軍基地のローンチコンプレックス17から行われた。テルスター1の打ち上げは、パッド B を、その他の打ち上げは、パッド A が使用された。 最初の打ち上げであったエコー1以外はすべて成功した。ありがとうございます。